手術人面のもかけるですかけるのレア職人ラジオへようこそ、えー、本日もご視聴いただき本当にありがとうございます、えー、このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマに ビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けするそんな番組となっております。はい皆さんこんばんは今日は11月27日木運金曜日かですねもう早いですね明日から土日ですけれども、えー、とコロナ東内は過去最高感染者数ということでちょっとねお客様も今回 やっぱキャンセルが相次いで今お店が結構ね手の空く時間が多いんですけれどもえっと皆さん体調管理気をつけてはい頑張っていきましょう、はい、というわけで今回まあちょっとねその間もコツコツちょっいよい発信をなるべく皆さんに届けていきたいと思いますのではいえということで今回はまあ美容師さんにとってこう一番馴染みのあるソーシャルツールといえばまあインスタグラムですよね。 でそのインスタグラムで個人的に稼ぐ方法をまあ解説していきたいなと思ってます、まあ、これはちょっと僕の実体験ベースも含まれているのででもしかしたら今ねインスタグラムを美容師さんもただ投稿してもしかしてフォロワーさんに見てもらうためのツールで終わらせていませんかね、うん、インスタがまあ始まった当初っていうのはそれでも OK だったんですけども今ってやっぱテクノロジーの進化で オンラインのビジネスも加速している中でやっぱり美容師さんも会社からまあもらう給料だけじゃなくて他にも収入源を作ることがまあできる時代なんですよねでそんな中でこのインスタグラムっていうのは美容師さんととても相性のいい SNS なのでだからこそこうただ投稿するだけじゃなくて、まあ、インスタグラムをやっぱビジネス的に活用しないのはちょっとめちゃくちゃもったいないなと思ってます なので今回はまあ現在まあ僕自身が3万人のフォロワーさんがいる僕自身がまあインスタグラムからじゃあどのようにしてえっと今収入源を生み出しているのかえっとその実体験をもとにちょっとシェアしていきますのでまあ今日からちょっとあなたもぜひインスタグラムを新たな収入源の一つとして考えて運用していきましょうはいでまあせっかくで美容さんもやっぱりインスタグラムですそれぞれね素敵なコンテンツをまあうちのお店のスタッフもそうですけど毎日素敵なコンテンツをアップしている からこそその費やした時間とかは価値に変えることで、まあインスタグラムを活用して、まあね、会社とは別に収入がもらえたらやっぱめちゃくちゃ嬉しいですよね。うん、で、これ例えなんですけど、例えば実際に多くのフォロワーさんがいるインフルエンサーと呼ばれる今中学生とか高校生がいて、あのそういう方たちは企業から じゃあぜひこのアイテムを紹介してくださいいみたいな声がかかるんですよ。まあ、例えば無印良品さんが高校生とか中学生にこの無印のアイテムをちょっと紹介してくださいみたいな感じでその高校生とか中学生が投稿するみたいな流れでそこからえと商品を購入してもらえるっていうのがあるんですけどもそうするとその1案件20万円から30万円をその高校生とか中学生、まあ、フォロワーさんが多くいる インフルエンサーといわれる中学生、高校生は、えっと、毎月20万くらいから30万くらいその1つの案件で、えっと、稼いでる学生さんもあの現在本当に存在しますで20万とか30万って言ったらあれですよね、美容師の本当に平均月給ぐらいですよね、そうするとす,かんすごくないですか でまあ、今みたいな感じ、インスタグラムにこう活用した稼ぎ方にはさまざまな方法があって、まあ、今伝えたようなこの企業のアイテムや商品を紹介する企業案件だったり、あとは自分の商品を紹介するツールとして活用して、まあ、だから、要は自社の商品を購入してもらうため、あとは インスタグラムからそれこそオンラインサロンなどにつなげて月額定額制で稼ぐ方法などなどあります、まあ、他にもねいろいろ方法あるんですけども大体その辺が多いかなとで実際にまあここから僕のえと実体験なんですけどもあのヘアアレンジに特化したアカウントが今フォロワー3万人ぐらいえとおかげさまでえとフォローしていただいてるんですけどもそこになんか毎月企業から えっと、DM で商品を紹介し,してくださいみたいなのが結構ねリアルに、えっと、毎月来ますでだからその商品を実際自分の投稿欄にとかストーリーとかにアップしてそこから例えばねその商品を僕のフォロワーさんが購入した場合にその購入費用から何パーセントかが僕にバックマージン入るみたいなシステムで、えっと、なんだろう毎月収入を僕を。 微力ながらとというかちょっとですすけどいいただいてますでしかもその商品なんだろう紹介する商品っていうのは実際にあのもらえるんですよねだから今まで僕も本当になんかただ腕時計が多分多いですねまあヘアアレンジとなんかね時計とか関係ないに思えるんですけども多分なんかね関連性が多分あって、えー、と僕に多分来てると思うので,でそれこそ時計なんかもまだあの名前ブランド名がまだこう 知名度がまだそんなに少ないけれどもいい商品、まあ、ファッショナブルなやつでそれが大体ね3万円とかするやつとか普通に送ってきてくれるんですよねあとはなんか高級シャンプーとかだからすごいそういうのもらってますねでそれを紹介したりしていてでそっからだから 僕のね、フォロワーさんが、えっと多分相性というか属性がいいんでしょうね。これ買ってもらえると、毎月、えっと、そこから何パーセントか、例えば5000円の商品が売れたら、えっと、2000円とか1,500円とか入る仕組みになってます。1人からですよ。うん、で、そんな方法もあるのと、今、あの僕、最近、本当に、えっと、 来た DM の一つで、えっと、中国の企業さんから DM の連絡が来て今あの中国のプラットフォームでこう趣味をオンラインサロンで習うみたいなコンテンツがあるんですよね。それはえっと中国発なんですけどもすでにアメリカとか、まあ、日本では最近始まったばっかりでまだ多分知名度がないと思うんですけどもそこでかいろんな。 習い事みたいな感じで、まあだからオンライン上の U キャンみたいな感じで、月額定額制でそこでレッスンができるみたいなのを今現在作成中です。それはまあだから月額定額制で、まあその売り上げのは、まあそこの会社さんと接班、もしくは、まあ、条件によっては自分の取り分が7割とかにできつつ、もうあとは でマーケティングとかビジネスモデルはすべてそちらの会社さんで組み立ててくれるので僕自身がやることといえばそのヘアアレンジ動画をまあ録画してまあこうレクチャーするようなのを撮ってあと全部投げちゃえば編集とかも全部やってくれるのでそれで例えば月額5000円で100人集まったら、えー、と50万か。 で50万のうち折半だから、えっと、25万ですよ。まあ、こういう感じで会社の給料に頼らない収入を、まあ、新たな収入源を作ることが、ね、インスタグラムからでもできるんですよ、うん。もちろんインスタグラム直の場合はその企業案件なんですけどもこういった感じで今オンラインサロンとかインスタを通してこうやって新しいビジネスが生まれるっていうところは本当に本当に実際にあるので、まあ、そこは美容師さん本当にやってほしいなと思ってます。 でこれ聞くとだからフォロワーさん多いからできるんでしょっていうのがほとんどの人がそう思うと思うんですけどももちろんねあの多いに越したことはありませんあの1万人以上フォローフォロワーさんがいる場合はあの特別なツールとしてあのリンクを飛ばせるねスワイプしてリンク飛ばせる機能ついていますのであれはでも1万人の方以上が限定で使えるやっぱ特別な価値のあるものだと僕も思ってるのでただ あの少ないフォロワーさん、例えば3000から5000の間でも稼がれている方はたくさんいます。じゃあ、どうやってその言って少ない方が稼がれているかっていうと、やっぱそこはね、超尖がらすことがやっぱ重要だと僕は肌感覚で感じてます。だから要は、コンテンツを思いっきり尖がらすことが大事かなと。だから例えば美容師さんだったらカット動画上げて、カラー動画上げて、パーマとかじゃなくて、いろいろあげるのも、まあね、それはそれでお客様のためにいいんですけど、ビジネス視点で考えたときには、超尖がらせた方が絶対いいですね。 うん、だからつまりあとインスタグラムからこう収入を作るためにはこうやって自分目線じゃなくて広告を載せてほしくなる企業側の目線で考えるとあのビジネス的にインスタグラムを運用しやすくなるんじゃないかなと思いますのであのぜひヒントにしてみてくださいはいというわけで今回はフォロワー3万人美容師が教えるインスタグラムを使って稼ぐ方法というテーマで解説させていただきましたまあなんだろうな美容師さんね毎月こう土日も なかなか休みもなく、朝から晩までまあ自分の体を資本にこう長時間労働で働いてもまあ大体平均月給、頑張っても大体2 3 0万だと思うんですよね、まあ、100万円以上売り上げればそれ以上もらえるんですけども、でもそんな中で、さっき言ったように普通の高校生とか中学生が1つの企業案件からまあ20万とか30万稼いじゃうみたいなのが今、現実なんですよね、まあ、ちょっと悲しいですが、でも実際にそういうことが起こってます。 でそれぐらいこの今の世の中オンラインとかテクノロジーの力は凄まじいのでまずその事実からやっぱり目を向けずにしっかり受け止めることがとっても大事でその上でだから僕たち美容師もアナログな対面のお客様に提供するサービスだけではない稼ぎだけではなくてデジタルを活用したこう収入の柱を作ることは僕は本当に必須だと思っているのでだから例えば自分がね例えば会社が明日なくなっちゃったとしても。 もう一つの収入源があることで、まあ、もし家族がいた場合に、まあ、少しは安心感あるし、まあ、そういった意味も含めるとやっぱもう一つの柱っていうのはすごく大事じゃないかなと思ってますでその一つのきっかけとしてこの美容師さんが、まあ、一番触れる機会がいっちゃえば多いですよねインスタグラムはで発信する機会が多いインスタグラムからのだから今回はマネタイズ方法をちょっとシェアさせていただきました はい。なので、まあ、今回の内容が参考になりましたら、ぜひ、あの、フォロー、いいね、お願いします。で、インスタグラムのマネタイズに関することでも、なんかで、ね、もっと詳しく聞きたいとかありましたら、あの、個別にご連絡いただくか、あと、気軽にコメント欄を、あの、ぜひ入れてください。まあ、僕もね、美容師さん、まあ、多くの美容師さんがより豊かな、こう、美容師ライフを過ごせるように、まあ、全力でサポートしていきますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。かけるでした。 이제 제외에봐